皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日は、ギターを2本持ってきました。何かというとこれですね、 ESP-LTD のガス G モデル、それからもう1個はジャクソンのガス G モデルですね。これ、まあ、ちょっとね、2つも、ランダムスターを買ってしまいましたけども、これどう違うのかっていうのを私なりの目線でちょっとお話ししてみたいと思います。それでは行ってみましょう。まず最初にこの ESP-LTD の方ですね、ガス G200 という比較的初期のもので値段もリーズナブルなものですね、のギターです。ピックアップは ESP の LH150 だったと記憶してますけどね、のボディです。いわゆる、まあ、ESPベースのギターなので、シェイプがまさにね ESP のランダムスターの形になってます。で、裏はボルトオンですね。で、22フレットローズウッド芝という非常にシンプルなかつベーシックな、ワンボリュームピックアップ、ワンボリュームの3点スイッチ切り替えというですね、昔日本で出てたラウドネスの高崎明さんモデルの、高崎明モデル、ちょっと言いますけど、高崎明モデルに非常に近い形、多分ね、おそらく同じ形してんじゃないかなと思われます。で、アームがないタイプですね。このギターです。私ね、このギター本当ね、実は気に入ってて、長いことかなり弾いてますね。はい。このギターは、そのネックがね、ちょっとね、薄いというか、本当にね、ちょっとやっぱり小さめなのかな、非常にね手にしっくりくる、日本人の手にしっくりくるネックのような気がします。非常にね熟成したデザイン、よくもうマチュアになってるデザインかなと思います。非常にね弾きやすくていい音します。かなり弾いてますし、何かあったらこうポッと取るときにはこのギターが多いですね。一方でこっちはジャクソン、ガス G がESP からジャクソンに契約を変更して、それによって発売されたギターです。これもエントリーモデルの一番リーズナブルな価格のやつです。基本的なデザインは一緒で、通販バッカーのワンボリューム3点切り替えスイッチのアームのないタイプになってます。そして、ボルトジョイントですねになってます。で、 ESP よりも見た目がちょっと安っぽくって、裏の塗装がない。ジャクソンって裏塗装しないんですよね。塗装のないタイプですね。で、ヘッドは、いわゆるジャクソンという昔ながらのこの憧れのね、ジャクソンという書体で入っております。こちらは24フレットの、これローズじゃないですね。ちょっと色が黒いですね。の形にシャークインディエというこのね、三角の、まあ、サメの歯っていう風についてますけど、シャークインレイがついてます。そしてこのギターのね、一ついい点というのは、ここにケーブルの差し込みがついてるんですね。これは非常にねいいと思いますね。この辺についてるとね、こう足に挟んで弾くとガリガリってなっちゃうので、ね、ここはいいとこについてるなと思います。で、ネックの薄さは基本的にはあんまり ESP と変わらないのかな。だけど、いわゆるね、ジャクソンのソロイストとか言うんですか、JS の32とかありますけど、あの辺のモデルのネックに非常に近いというか、おそらく一緒かなと思いますね。で、ネックはこう斜めのジョイントですけど、スカーフジョイントという形でつながってます。まあ、いわ、良くも悪くもジャクソンですね。ピックアップはジャクソン純正がついてます。ですので、先ほどの ESP と基本的には同じ純正スペックのままのギターです。では、音をちょっとね、鳴らしてみましょう。まずは ESP からいきます。Yeah.
き比べてみましたけど、引き比べてみて初めて気づいたんですけど、今まで実はこんなことやってたことなかったので、気づいたんですけど、音的にはジャクソンの方がいいなと思ってちょっと驚きました。僕ずっと ESP の方がいいと思い込んでずっとこのギターを使い続けてたんですけど、今ジャクソン弾いてみるとなかなかジャキジャキしてていい音したなと思って、ピックアップはジャクソンが上かもしれません。はい、驚きました。あの 100% 試験ですけど、はいはい、びっくりした。あれ、ということで、まとめましょう。はい、まとめます。まずこの ESP の方、ESP-LTD のガス G モデル、これはピックアップが ESP の LH150 という純正がついてますけど、まあ可もなく不可もなく、むしろ悪くない、いい感じのね、ちょっと物足りないぐらいの歪みなので、エフェクターとかアンプとかで音を作っていきやすいようなピックアップかなと。で、弾きやすさはこれはもうピカイチですね。さすが ESP ですね。弾きやすいと思います。で、一方のジャクソンですけど、ちょっと弾いてる時になんか安っぽい感じのね、この手触り感は否めないんですけど、まあもともと安いモデルなんでね、否めないんですけど、ただ弾きやすさと音に関してはこっちの方がもしかしたら一枚上手かなという気がします。はい、ちょっとびっくりしました。もうちょっとこの白いギターを弾いてみようかなと思いますという感じです。で、まあまあどっちが好きかっていうのもうこれはね、もうテイストの問題で、 ESP が好きかジャクソンが好きかっていう、そういう選び方になると思います。実質大きな差っていうのはないと思っていいんじゃないでしょうかね。むしろ、まあ、好き嫌い、ブランドの好き嫌いで選んでみたらどうでしょう。で、全く同じかというと、やっぱり作ってるメーカーも違うことあって、そのアプローチの仕方が違うんですかね。ESP の方はやっぱりね、よくできてる、値段が安いにもかかわらず細かいところまで結構ね、ちゃんと作り込まれてる、まあ、安いって言っても確かね、これね599だったと思うんですよ。それでこちらは399、まあ200ドルの差があるので、安いって言いながらこれね、よくやっぱクラフトマンシップっていうんですか、結構丁寧に作られてます。非常にで見ていて、この部分安っぽいなっていうのが基本的にはまあないというか、もちろんそのね、何千ドルのギターと比べちゃいけませんけど、でもこの価格帯のギターにしては大変よくできてるなと思います。でジャクソンの方はやっぱりその399ということもあって、ちょっとその安く作ってるなっていう感はありますね。否めないですね。ただ電気系だったりとか弾きやすさは意外と悪くないなと思いました。まあ、これもね、裏がちょっとね、何もっていうか、非常にこうこんな感じであれなので、裏をね綺麗に塗ってみるのもいいかもしれませんね。はい、ということで2つのギターの違い、基本的にはメーカーのカラーが出てるという変な結論にを今思いついたんですけど、変な結論になりました。で、こちらの ESP はもうね、生産が終わってますので、ガス G の契約が切れてるので、もうこちらの新品は手に入りません。世の中に流通しているだけです。ですので、もし ESP の方気になるなと、欲しいなという方があれば、もうそのチャンスを逃すとなかなか出会えないかもしれないギターです。私も結構ですね、ネットの方では見てますけど、なかなか出てこないギターですかね。数が少ないです。で、一方でジャクソンはまだまだ、ガス G が現役でまだですね、契約しているメーカーですので、どんどん作ってますし、まだ新品もどんどん発売されてますから、入手は簡単だと思います。最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方、よろしくお願いします。ヒロでした。